そういうまあ芸術ですね。このもうすでに描いた絵、こちらを見ていただければ分かると思います。あ、え、なんかやばくない、一番やばい絵を俺なんかさ、絵を使ってへんし、びっくりした。ボコボコ言われたから、あれかやばくない？いいでしょこれ。え、なんか体の胴体がなんだろう、私の前髪を直線のみで表してる。いや、ひよこの方が時間かかってるよ。こんなもんだろう。絶対ひよこの方が。昔これは昔バージョンじゃん。はしょ、あの必要なものしか描かない私は。あ、これが芸術。あの無駄をそぎ落とした、そう、そぎ落として、そぎ落として、切って切って、そう、私や。こわ切って切って、最後に残った一粒のかけら、本人が描いた、本人がうまい、怖いね。 そう、うん、そんな感じ。花畑シャイカです。では次、じゃあデロンさんお願いします。はい、クリムトに弟子入りいたしました樋口楓です。クリムト、クリムトというね、芸術絵を描かれる方がいらっしゃるので、あいつさん、その方に弟子入りして、存じてる、ご飯食べに、クリムト学びましたわ。本日は気合を入れて発揮したいと思いますの。これ誰が、誰がどれ、どれどれが誰、これまずひどいな。これめっちゃ怖い。可愛くね、怖い。これチャイカさん左上のなんか、左下のね、そうそうそう、左の未確認生命物体みたいなのは何ですか。え、これこれこれリゼさん、え、え、左上、ひょぼとに、これ、これ、あ、これは飛行機、 あのパッケージにあったやつね。左上は飛行機、そうそう、右上がリゼさん、やばリゼなんでなんか鼻が、なんだろう、髪の毛から鼻が、ね、そう、セバスと融合してるじゃん。影響でこうなってるのか。え、なにこれ、まあ、セバスをこういう形にして被ってることもあるから、あやがち間違いと言えないこともない。怖すぎる、うん、これ CC ね。ゴブリンみたいになってる。、うん、でも C さんのこう後ろ髪が長いことをちゃんと分かってる、絆。ショートに思われがちの左側、チャイカさん、これどういう状態？肩から歪んでる。なんか私逆書いては肌のところ黒いと思ってて。え、それがそれが黒い。逆、逆バニーみたいな。それ人間を見て、やばい、髪が肌で、肌が黒じゃなかったんだって言ってんと同じですよ。ちょっと逆やったわ。そんなレベルの間違いある？逆ちゃいかな。書き慣れてるからね、やっぱ画像はね。そうかな、そうかな、これ、ね、よろしくお願いしま す, お願いします。動画素敵でだと思います、うん、はい、では次、シナ、次、アツシだね。いや、この中ではマジで一番マシなんだなと、超可愛いんだけど、再確認した。いや、手抜き手抜き、いやいやいや、可愛いでしょ。めっちゃ可愛いんだけど、え、まだマシだと思う、ほんとに。しかもこの1個前にこのキャラじゃなくて普通に人間を描いてたやつがうまかったんだよ、うん、あ、そうそうそう。なんでそれにしなかったの、残ってんの、これね。あ、そう、それもうまかったし、うまいんだよ、割と。そうかな、目玉飛び出そうな、セバスコは。確かにでかいな。いや、メガネ、メガネよ、これまだ、まだ卵から出しちゃいけないやつでしょ。じゃあ暗いところだとこれぐらい瞳大きくなるから。細胞分裂してる。そう。途中のやつだ。私バランじゃん、これって。でもちゃんと影ついてて偉いね、バランに。ほんとだ、絶対偶然、絶対偶然。バランにだけ影つけるセンスやば。つけんなよ。そもそもあんな薄っぺらいもんに影なんかつかねえんだよ。
リゼ。はい、リゼヘレスタです。シルレアリズム代表です。よろしくお願いします。シルレアリズムね。あのね、うん、朝食ったわ。今日のチャイカさんの朝ごはんのやつです。汁うまくない？なんかこれマジで最初さ、いや私あのあれなんですよ、そう、うん、始まる前にチャイカさんには言ってたんですけど、うん、最近絵が普通にうまくなってしまって、こういう企画成立しない可能性があるんだけどって心配してたんですけど、うん、ずっと何言ってんだろうって思って右下もう分からん。え、これあれじゃん、午後先生落ちて、まあね、ライン超えたよ。うんちうんち。午後先生の楓と美との楓ちゃ ん, ちゃん、ねうん、口をね、防線で書くやつ初めて見たの。もうカービィよ、幅が足んなかった。え、カービィみたいな顔だったでしょ、だってびっくりする。確かに謎の草書き存じたんだと思ったもん。チャイカさんだって。違う、私のじゃない、カエデちゃんが謎の草、カエデちゃんの方。そう、おい、なんで謎の草って言われて間違える対象が2つあるの。キャンバスに謎の草2体いたの。謎の草じゃないよ。私の方はなんだよ。コロコロじゃん。シーナさんのとかさ、こう見て、この部分とか本人一致じゃない？あれ、これあったでしょ、この部分、なんかこれ切れ込みみたいなの。親知らずの化け物でしょ。違うよ、歯じゃねえよ。こうやって死肉に埋まってるやつじゃないんだ。親知らず、違うわ。親知らずの化け物、横向きに埋まってて抜きにくいタイプの親知らずじゃないわ。破壊されるやつじゃないわ。違うわ。え、あったじゃん。ちょ、え、椎名さんのさ、この部分、この部分、どの部分、これこれ、この部分、この部分、あの光の反射ね。光の反射だったんだ。うん、なんか呪いの輪みたいなの巻いてる。いや、誰が巻いてんねん。巻いてるか、神の目。謎のタスキみたいなやつ。はい、というわけでね、はい、このメンバーで、エセ芸術家ニューヨークへ行くをやっていきたいと思います。はい。